こんばんは。美容と健康はイコール広島県安芸郡海田町にあります美容整体サロン野心さんの店長の富岡です。今日はですね、3月6日、サロネーゼの日だそうです。でサロネーゼっていうのが、自宅の一室を利用してですね、サロンを開業している女性たちのことを言います。で2007年に雑誌のベリーでこのサロネーゼのことが、取り上げられまして、それからですね、自宅サロンブームを迎えることになるんですけども、私もですね2009年の1月11日に、広島市のですね安佐北区深川の、自宅マンションの一室で、開業しました。で自宅サロンっていうのは、メリットと、デメリットとありますね。で何が良かったかなと思うと、まずは、自分がね自宅で仕事をしているので、子どもたちがこう家に帰った時に、家に入れるっていうのが、一番良かったかなというふうに思います。で、どうしてもね、起業しようと思ってどこかに店舗となると資金もかかりますし、自宅だとね、経費がかからずに済むので、そういったところもすごく良かったかなと思いますし、あとですね、出勤がない、あとは、仕事の合間にちょっと家事ができるっていうのも、子育てをしているね、私にとってはすごく良かったかなというふうに思います。ただ一方デメリットもありまして、やっぱりね、家族にすごく負担をかけてしまいます。お客様が来られる時にはちょっと静かにしといてとかですね。あとは、仕事のですね、仕事のオンとオフの切り替えっていうのがちょっと難しかったりとか、あとね自宅サロンだとちょっとね本気じゃない遊びじゃないかみたいな感じで見られてしまうこともあって、ちょっとモヤモヤした時期もありました。でも今思うとですね、やっぱり私の初めの一歩としては、自宅サロンっていうのはとても良かったかなというふうに思います。こちらの癒しにさえもですね、自宅開業を応援する、スクールですねを行っております。ぜひねちょっと気になる方は、こちらの癒しにさえのですね LINE の方にぜひお問い合わせをいただけますと、いろんなご提案をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日も一日お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。